頼むな。お前も来いよ。ありがとな。また頼むぞ。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのか。あれ、ここまで来たならカーテスの大皿にも寄ってみないか。ああ、行ってみるか。よかった。神話の隕石を見てみたかったんだ。
夜のドライブは危険だ。また出直そう。あ、休憩するか。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事、俺、Dの。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ、時間あったらガーディナに来て。ガーディナね。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。あのさ、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？そうだな、グラディオを撮っとけよ。なるほど、了解。カーテスの大皿か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？
いいかもな。おー、行こう行こう。気分転換にはなるな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。みんなで写ってるのっていいよね。準備はできているか？あ、よし、行くか。できたな。閉めるぞ。何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。このトンネル
ごい綺麗。どんな街なんだろうな。でかいな。久々の都会って感じだな。お、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用に。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。最近地震多いけど。ここ揺れた。地震ってやつか。どうした。なんか頭痛い。あと思ったけど。大丈夫。平気。治った。あ、イリス。みんな生きてる。足あるね。あるある。元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ。いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、王都どんな感じだった。お城とその近くがすごくやられちゃって。大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナ・フレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。ねえ、ボスケ。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。あ、分かった。よし、案内するね。
お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。観光客見込んでって。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。うん。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。へえ、よかったな。もっと盛り上がってよ。このお店、なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。大変そうだな。ん？大変？すごくない？まあいいけど。じゃあ次は展望公園にしよう。違うけど、こんな家もいいよね。うん。ここの飲み物。そうなんだ。最初のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。
風が気持ちいい。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。うん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これ、そんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ、危険な場所じゃない？4人で平気なの？この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。
気分転換にはなるな。大丈夫か？ああ、なんとか。ああ、これ、やばそうだね。手がまずい。よっ！よっ！それ！ドクター！任せろ！新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。そうか。どうしたイグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。
ライトつけよう。滝の裏にあるって話したけど、ともかく行ってみよう。なんか道っぽいね。入り口っぽいの発見。噂は本当かも。うわ、早くも鳥肌。この格好のまま入るの？安心しろ、死にゃしねえ。こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。やっぱり出るよねえよ。投げにくいな。なんとかねえのか、ここからさ。あれ、さっさと先に行こうぜ。ゆうか、ツルッツルだよ。やっぱ探せ。またかよ。
最後だ。じゃあな。えい。ノクト強。まあな。最後だ。金髪か。ちょ、誰それ。当たれ。確実に仕留めるぞ。やってみる。やっハブと、なんでしっかり歩けよ。ああ、めんどい。油断禁物ってね。あれやっイグニス、任せろ。とどめで、ノクト、左に敵がいる。サンキュー。女に見えなくもないが、雲には興味ねえ。で、ブロッド、文句言ってる暇ねえぞ。早めに終わらせたかったな。
滑んなよ。注意して進め。剣はこの先か？多分な。もう少し調べてみよう。エグニス、指示。よし。
したな、ノクト。ノクト！エグリス！はっ！ほら！最後だ！そりゃ！うわっ！いや！はっ！
せ。油断はする。そうするぞ。頼りにしてるぜ、グラディオ。期待。
グラディオン、ノクト助けられる？俺が行く。こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもね。やっぱり出るよね。やっぱしまった。消してやる。進め。
危険な匂い。マジかよ。せっ。おりゃ。それ。おい、大丈夫か。先行こうぜ。ぬるぬるして気
気持ち悪い。剣はこの先か？多分な。もう少し調べてみよう。早めに終わらせたかったな。ノクト、聞いてもいいか？よくない。迷ってるよな。だから聞くなって。もうどっちから来たか分かりません。食べたいな。
もうそろそろな気もするんだけど。おい、あの鳥たち。出ましか。くそ、簡単にはいかないか。あれ、暗くてナイフが投げにくい。なんと、運命のことだからさ。いいよ。ありがとう。
大丈夫？なんだ？どこだ？どうした？穴の中でなんか燃えてた。あれメテオか？カーテスの大皿が見えたのか？一度レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。